人の使い方って本当に個性が出るなと、うん、稼ぎ方よりなんなら僕は使い方の方が人のなんか個性が出るなって思ってるんですよね、うんじゃあ次は人間関係と恋愛結婚あたりをいきましょう、はいはい、人間関係みたいなのも今までね血縁とか地縁とか土地、うん、地なね、うん、そういうものの縁、うん、もしくはね会社とかそういう組織、はい、そういうもので結ばれてたけど、うん、今これからは心地いい人と心地よくこう過ごすみたいな感じになっていくのかな、うんはい、そしてねデジタル、うん、リアルで会うのも大事だけどデジタルっていうのもどんどんこうリアルとデジタルの組み合わせみたいな、うんうん、感じで人間関係が行われていくのかな、うん、そして、水瓶座っていうのがですねかなり恋愛と結婚に対してこうドライに分けるようなうん、うん、なるほど星座なんですね。どういうことですか、うん、それは恋愛するならこの人結婚するならこの人そう、うん、その辺の考え方、はいはいはい、水瓶座っていうのはそう恋愛と結婚ってそもそも占星術西洋占星術では別のもの、はい、あそうなんですね、うん、なんですね。なので恋愛と結婚っていうのは、うん、今までは恋愛して好きな人と愛する人と結婚するのみたいな、はいうんはい、そんな時代でした。土の時代はなんか、はい、でもそれは結構最近ですよね、うん、ちょっと一昔前もう行くと昭和の初めとか、うんはい、もうそのくらい行くとお見合いとか、そうですね、まあね普通で、はいはいはい、恋愛と結婚は別物、確かに、うん、だから本当に最近のことで、ああ恋愛から結婚っていうこの流れ自体が別に、うん、になんていうか人間としての本質的なものではなかった、うん、ものではないかもしれない。ただの今までのその恋愛と結婚が別っていうものに反発してたっていう、うん、ある種流行だったんですね。そう、うん、かもしれない、うん、なので今後はまたちょっと分離されるんじゃないかなっていう、うん、土台に考えられるんじゃないかなっていう感じもするけど、はいはいはい、佐野さんは、はいコロナ後に人間関係変わりました、はい、うーんそうですね。なんかあの、まあ、人間関係が変わったっていうことではなくて、うん、そのより取捨選択されるようになったっていうのが分かる、はい、今までだとそれこそ会社にちょっと遅くまで残ってたから、うん、なんかあお前もついでに飯食いに行こうぜっていう、うん、そういうなんていうかふわっとした関係みたいなので一緒にご飯食べに行くとかあったんですけど、うん、やっぱコロナになるとみんながその場に集まることっていうこと自体が少ないんで、うん、そのついでにご飯とかがなくなってくるじゃないですか、うん、そうするとこの人と喋りたいとかこの人とご飯食べたいっていう人とお互い行くようになっていくんで、うん、なんかそれがいいことなのか悪いことなのかはわからないですけど、うん、むしろ僕としてはちょっと悪いことなのかなとは思ってるんですけど、うん、そういうよりなんか本当に好きな人とだけご飯行くっていう風にはなってますね、うん、確かに全員とはもう行けないですもんね。そうですね、うん、なんかあえて僕は実は嫌いな人とご飯行ったりもするようにしていて、なんか嫌いってことは自分の中にない感性を持ってたりとか感覚持ってる、なんかそこは学びたい気持ちもあるんで、うん、あのこの人合わないなとか思いながら話を聞くっていうのはやってたんですけど、最近やっぱそれは減ってきてますね、うん、どうしても。なるほど、確かに、はい、うん、あとその叱られてる時の温度感が全然違いますね、会社とかでも。そのリアルだとやっぱり、はい、わーって怒られると怖って思うし、はい、思ってたんですけど、うんうん、このオンラインで怒られたらなんか声大きいと思ったら声ちっちゃくできるじゃないですか。あ自分に来たと思ったら声ちっちゃくするんですよ。本当になんかめっちゃちっちゃい声でしっかりしろよとか言われるから、うん、全然何とも思わない。はいはいはい、はい、普通のトーンで返す。はいはい、なんかそういうなんていうか自分でその好き嫌いを選べちゃう。なるほどね。そう嫌いな感覚すらこう自分で調整しちゃう。そうなんですよ。ちょっと嫌だと思ったこう。そう、シューってちっちゃくして、はい、はい、やるんで、全然傷つかなくなります、ね。なるほどね。心地よさ、ああ、確かに。うん。そういうのもコロナは、さあ、心地よさと付き合いみたいな、うん、
こっちいいものと付き合いなさいよみたいな感じで強制的にしたのかな、はい、そうです ね。なので、まあ、好きなことをやりやすい時代にはなったと思うので、うん、なんかある意味自分を律する心みたいなのも同時に持たなきゃしんどいなって思いますね。確かに、うん、それは大事ですね、はい、うん、なんか快楽ばっか追い続けると結局なんか逆に苦しむことになることってよくあるじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、そこはなんかバランス取るのはしかも自分でやらないといけないっていうのか、うん、今までは強制的に、うん、なんていうか自分の中でなんか苦しいことも楽しいこともバランス取らされてた部分もあるんですけど、うん、今は自分でそのバランスを取らなきゃいけないので、うん、なんか全て本当にこの時代だからこそ、うん、そこも含めて考えていかないといけないなと思います。本当に、うんうん、いやインフルエンサーとしてもこれきつい作業だけどやらなきゃいけないなみたいな、ありますよね、はい、ね、こう YouTuber のインフルエンサーとか、うん、こう華やかに見えてそうだけど、うん、なんだろうね、裏ではめっちゃきついこととかね、うん、そうですね、それこそ、うん、まあ案件の締め切りとかも当然ありますし、うんね、うん、登壇するときとかになんか資料をバーって作らなきゃいけないとかっていうのも、うん、なんていうか、まあ、断るも断らないも全部自分でできちゃうがゆえに、うん、あのしっかり自分を律して、うん、向き合わなきゃと思ってやらないといけないっていうのはありますね。誰もね、マネージャーみたいなそんな存在もなく自分でそれを全部ね、うん、そう取捨選択してそれを自分でコントロールしてみたいな、はい、ね、計画してやらなきゃいけないっていうのはね、そうなんですよ、うん、求められますね、はい、うん、そこは大変だなって思います、うん、分かるわ、私も、うん、今日撮らなきゃいけない、撮影しなきゃいけないのに、ああきついみたいな、やりたくないみたいな、はい、気が乗らない時ってありますよね、うん、そういう時どうやってやってます、その自分 の気持ちを高めるというか、結構いろんな方法がある。テスト前の学生みたいにもう諦めて寝ちゃって朝一でガー起きてやるとか、あ、うん、もう どこまでも一回寝て、はい、うんうん、寝るとか、もしくはこう刺激物を取るとかね、刺激物って言うと、あのコーヒー的なコーヒーとかなんか、はい、うん、カフェインを取るとか、はい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 、うん、いやでも難しいでしょ、家で自分を奮い立たせるっていうのは。そうなんですよね。はい、ちょうどこの間の会社の先輩に相談したんですよね、うんうん、やっぱりこのモチベーションというか、うん、そこをコントロールするのがすごい難しいです、うんうん、話をしたら、あの、お前鬼滅の刃見たのかって言われて、うんうん、見てないです、見て、あ、はい、そう、最近見た、あ、そうなんですよ、昨日見たんですよ、昨日なんか鬼滅の刃見て一回心燃やしてこいって言われて、で見に行ったんですけど見に行ったらやっぱちょっと心燃えたんですよ、ね、はい、煉獄さん、そう、煉獄さんを見てちょっと心燃やしてっていうふうに、やっぱ自分で何かそういう刺激を与えてね、刺激を与えないといけないんだなっていうのは思います、うん、それすら仕事に組み込まないといけないみたいな、ね、自分を燃やすモチベーションを高めるための作業みたいな、はい、入ってくるよね、はい、うん、っていう、わかるわ、はい、うん、あとそう、血縁っていう関係じゃなくなるっていう、うん、あ、じゃないかっていうのは、あの、このね、実家に振り回されたというかそうです、ね、実家に、はい、ね、人生を結構こう、うん、翻弄された佐野さんとしてはどう思いますか、はい、うん、この時代だから血縁がどうこうっていうのはちょっとまだ実感としてはわからないんですけど、うんうん、なんか僕はそれで言うと、ちょっと知らない方のために説明すると、あの父親は亡くなっていて、うん、母親は小学校の時に蒸発していて、うん、で、まあ、要は親戚の家を転々とする、うん、おじいちゃんおばあちゃんの家暮らしたりとか、うん、おじさんおばさんの家暮らしたりとかっていうのをしていたんですね、うん、で、まあ、要は本当の直の父親母親とはもう小学校の時からまあほとんど暮らしてないっていう環境だったんで、あんまりその生みの親っていうその血縁関係っていうのに、うん、そもそもあんまりなんていうか縛られてこなかったんですね、うん、でなんかよくそういう時にあの親を早くに亡くしてかわいそうって言われることあったんですけど、うん、僕はむしろ逆でいろんな
ところを転々としてたから、そのたくさんの親がいたっていう感覚なんですよ。だから今後それまさにこの風の時代になると、その、うん、たくさんの親っていう感覚になるのかなって思うんですよね。で、まあ、この面に関してはこの人から学んだから、ある意味この人が親、うん、でこの面に関してはこの人っていう風に多分広がっていく時代なのかなと思いますね。はい。ただまあなんか基本コロナだろうが何だろうが、基本的に今ってその子供と親って一緒に住むことがまあ多いじゃないですか、だからそこはそんなすぐには変わるっていう想像はまだつかないですね、どうなんだろう。私なんか子供が0歳とか1歳とか、で2人目が生まれた時に2歳0歳みたいな超地獄の時があって、なんか記憶はないくらい超大変な時があって、その時にずっと毎日延々と考えてたのが、なんかお母さんたちがこう子供を連れて集まれるコミュニティスペースみたいな、もうそれこそ一番大変なご飯時とか、お風呂を子供入れられてご飯食べさせられてみたいな、あとは帰ってそれぞれの家で寝るだけみたいな、なんかね、その夕方夜みんなで過ごすスペースが超欲しいとか思ってて、はい、最近空き家が東京で多いでしょ、で空き家のなんとか事業みたいな、助成金出すからいろいろ考えてみたいなのに応募しようとも思ったくらい、そういう場所を作るために、結局しなかったんだけど、どうこれから子育てとかどうなるんだろうなって、本当になんか夫婦だけで育てていくのか、社会で育てる、社会でやるのかな、どうなるんだろうなと思って、なんかそこは本当になんか国によってありますもんね、すでにもうそういうその社会で育てようっていう感覚を持って動いてる国、なんかヨーロッパとかそういう国があるって聞いたことあるんですけど、日本はどっちかっていうと本当子供といえば親が育てるものっていうのが強いですもんね。でも実態としては本当にその子育てが苦になって亡くなってしまうお母さんとかもやっぱいらっしゃるから、そこはなんというか社会ってなるとよく政治がってなるんですけど、むしろ僕はそういうのってなんというか民間というか、その個人一人一人がなんか近所にいて苦しそうなお母さんいたらちょっと支えてあげるとか、そういう感覚が結構大事なのかなと思いますね。それこそモラルの問題かなと思うんですけど、分かる、まさに玉木さんが今そのお家借りてでもそういう場所を作ろうっていうのは、玉木さんのためでもあるんですけど、そういう同じように苦しんでる人たちも救うっていう感覚はすごいいいお話だなって聞いてて思いました。そういう空間とかね、育て方みたいなのができたらすごいいいなと思って、そうですね、佐野さん、はい、結婚しようと思ったことはズバリ？あんまりないですね。あんまりない、はい、結婚がなんかそもそも子供が欲しいって思っていなくて、まあ、嫌いってことでもないんですけど、僕みたいな子供生まれたら嫌だなって思って、なんで可愛いよ、佐野さんみたいな子供息子だったら超可愛いのに、なんか嫌だなって思っちゃうんですよね。だからあんまり欲しいと思ったことがなく、でこれまで付き合ってきたその恋人も子供欲しいっていう人があんまりいなかったんですよね。であんまりいないから、まあじゃあ結婚って要はあんまりそこがなければ別に結婚しなくても成立することが多いんで、で結婚してこなかった。で今31歳なんですけど、31なんて別に結婚は嫌なわけではないので、相手がどうしてもしたいっていう、状況だったら全然それを断ろうとは思ってないですし、子供が欲しいって言われたらそれも断ろうとは思ってないんですけど、あんま強いこっちから積極的にしたいっていう気持ちはない、なるほどね。結婚の制度とか、あとね、結婚しなきゃ一人前じゃないみたいな、なんか今までの風潮とか、それとか最近政治でも話が現れてる夫婦別姓とか、ああいうのどうなると思います？別姓は別にいいんじゃないと思います。私もなんか選択できるなら、そう選択だから別に、やりたい人はやればいいし、やりたい人はやればいいしねって思うんだけど、なんかね、結構根強くいやダメだみたいな、っていう人もいて、そうなんですよね、なんか
別姓に限らずですけど、うん、あの何かを変えるってことを嫌だって思う人っていうのは一定数いて、それは変わることが怖いっていう人と、うん、もう一つその自分は我慢したんだからっていうこの二つの層がいると思うんですよ。だからそこは多分それぞれ違うアプローチで溶かしていかないと納得得られない、うん、なんかここを全部ガッチャンコして戦うと多分意見が違うんですよ。確かに分かる分かる、はい、自分は我慢したんだからみんなの他の世代も我慢しなさいみたいな、っていう人たちはなんか、うん、はい、別のアプローチで、うん、じゃああなたたちもこういう面で、うん、あのお得なことがあるんですよっていう話をするとか、うんうん、なんかそれぞれ違う分けて考えないといけないんですけど、うんうん、まあ少なくとも僕は別姓は全然賛成ですし、うんうん、それこそもう別れちゃったんですけど、その前付き合ってたその彼女に、うんうん、あの私はその私の名前がいいって言われたことがあって、うんうんうん、もうその時も、まあ、全然いいよ、じゃあ俺名字変えるわ、もう3回ぐらい変わってるしっていう、あの、まあ、そもそもその転々としてるんで、僕はもう名字がゴロゴロ、佐野もそんな僕からしたら成人してからの佐野なんで、あ、そうなんだ、そっかそっか、はい、なので、まあ、名字に何のこだわりもないんで、ね、あのどうぞどうぞって、もう3回が4回に変わるだけだから好きにしてくださいっていう感じで話してたぐらい僕は興味ないですね。なんか佐野さんの人生はもう生まれた時から風って感じですね。確かにそうですね。はい、うん、転がってたんで。なるほどね、はい、っていうのはあるんですけど、あと何でしたっけ、うん、別姓以外で言うと別姓、あとはあるとしたらあれかな、性別を超えた感じとかね。そうですね、うん、なんか僕幼馴染でそれこそ、ね、あの女の子なんですけど、うん、女の子だけど男も好きだし女も好きっていう、うん、それはバイになるのかな、うん、バイの子がいるんですけど、なんかむしろ羨ましいなと思って、うん、要は恋愛対象が2倍に増えるっていう、ね、2倍ね、愛をなんか愛せる人がそんなに多いみたいな、はい、ダブルチャンス、はい、人間愛みたいな感じですもんね。そうですね、ダブルチャンスは羨ましいなって思いますし、うんうんうん、まあ、年代によってそれこそなんていうかどっかの、 あの 釘の方がなんかあったじゃないですか、あのそういう LGBT が増えたらその滅ぶみたいな、うん、あ、そうそう、こう少子化になるみたいな、そうそうそう、まあそのなんかもともといたはずだけどそれが顕在化してなかっただけじゃないですか、だから多分その比率がグーンって今上がってるわけじゃなくて、黙ってた人たちが声を上げただけだから、そうですよね、でまあ現にずっと滅びてないじゃないですか人類は、うんうんうん、だからまあそこは滅びないんじゃないって思いますし、うん、確かにそれは多分ねもう猿の時代からあったと思うよ、そうですね、はい、なんかまあ僕はそれこそ、ね、まあ僕がそうでないだけで、うん、別に人がそうなんだったらそうなんだっていうだけの話かなって思いますし、うん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 、そうですよね、でこれからまさにその風の時代になってどんどんそのネットワークでつながっていくっていう風になっていくんだったら、まあ気にもならないんじゃないって思いますけど、正直、ね、うん、見たくない情報は見なければいいっていうのもできちゃうんで、確か思います、ありがとうございます、いやいや、はい、僕が何の代弁者でもないのに何を語ってんだっていう話ですか、いや楽しいなと思って、はい、なんか自分一人でねこうって考えてるとこれ自分だけなのかなみたいな感じになっちゃうけど、うん、こうやってお話できるっていうのはね楽しいね、はい、あ、こういう考え方もあるんだな、うん、みたいな、そうですよね、世界が広がっていく感じがして、はい、すごい楽しい、これを見てくださってる皆さんのなんかコメントとかも聞いてみたいです ね、それどう思うのかっていう、ね、うんうん、はい、多分ねこれね、チャットができるから、あ、そうなんですね、そうそう、チャットで多分書いてくださいね、はい、うん、じゃあラスト、透明性、クリアネスみたいな、なんかそんなところ、はいはい、うん、消費生産活動とか、うん、お金の流れ、はい、あとはね政治とかね、うん、そういうのはみんな可視化されていくんじゃないか、うん、今もキャッシュレスの時代になってもうデジタルでね、うん、あとはなんだろう、持続可能ななんだっけSDGs、 そう、はい、そういうのとか、うん、なんかいろいろ変わっておりますけれど、消費とか生産も、はい、で個人がそれに消費生産活動にそれぞれ個人個人が責任を持つ時代、うんうん、
になるんじゃないでしょうか、うん、っていうのは言われております。そうですね、うん、なんかその透明性の前提となるものにやっぱり SNS っていうのは僕は大きいなと思ってて、うんねうん、なぜかっていうとこれまでってそれこそ企業だったりとかが、うん、あのテレビ CM とかで一方的に自分たちの言いたい、ね、そのいい情報だけを流すっていうのをやってきたじゃないですか、うんうん、でそれに対する反発のコメントとかって昔からあったと思うんですけど、うん、それはあの世に出ないじゃないですか、その SNS がなければ、でも今 SNS がこうやって広がったことでその双方向でコミュニケーションを取れるようになってしまったから、うん、やっぱりいいものは当然いいって拡散されるんですけど、うん、悪いものは悪いと拡散されてしまうから、うん、その透明にならざるを得ないというか、そうですね、そういう時代になってるんだなっていうのは、うん、まあ、まさに僕広告会社で働いてるんですごい感じるんですよね、うんうんうん、でなんかそのお金の稼ぎ方だったりとか、そのお金の使い方っていうのも、その可視化されるっていうのはすごいなんていうか僕は面白いなと思っていて、うん、あの稼ぎ方もなんですけど案外使い方って知らないじゃないですか、うん、知らないですね。で人の使い方って本当に個性が出るなと、うん、稼ぎ方よりなんなら僕は使い方の方が人のなんか個性が出るなって思ってるんですよね、うん、でなんかこの間の岸田奈美さんっていうその作家の方がいらっしゃるんですけど、 あの人がこのその方も本を出して、しかも5万部ぐらい本が売れて、印税でなんか300万400万ぐらい入って、それでその車椅子に乗ってるお母さんがいて、そのお母さんのためにそのカスタマイズした車を、あのお母さん運転が好きなんで、でその車椅子の人でも乗れる車にカスタマイズしてボルボを買ったっていうので、あのすごいそれがノートに上げてもすごい話題になってるんですよね。でそういうふうになんかその使い方がやっぱりかっこよかったりとか素敵だったら、やっぱその人の人間としての評価も上がるし、信頼っていうのも上がるしっていう、なんか僕はむしろ使い方が今後の時代のなんかキーになるなって思いました。なるほどね、うん、全然使わないんですよね僕。本当になんか確かに使う印象ない。そうなんですよ、うん、だからそれこそホストクラブとかで働いてると月収多い時だったら何百万とかの時もあるんですけど、うんうんうん、本当に稼ぐのは興味があったんですけど、使うのに興味がなくて、ずっとなんか近所の唐揚げ屋さんで唐揚げ食べてましたね。なんでだろう。唐揚げって言ってもね、うん、たかが知れてる。月20万ぐらいしか本当使ってなくて、ね、いくら稼いでる、ボーナス、会社で働いてるとボーナスでバーンって入ってくる時ってもあるんですけど、その時もうずっとこれですね、最近あの家計簿アプリとか入れたんですけど、消費を改めて見てみるともうずっとこれですね、1年間あんまり使わないんで、逆に使わなきゃなと思いました。そういう自分がこの企業に対して使うとか、このサービスに対して使うみたいなところも、うんうん、今後見えてくるのかな、どうなんだろう。見えると思います、うん、それこそあのなんかその Facebook の分析ツールがあって、うん、あのそれでなんかその人が何回か投稿すると、ええ、それだけでもうあのその人の支持政党が分かるみたいなのができちゃうみたいで。でもう怖いですけど、うんうん、なんとなくなんか僕らも感じることってあるじゃないですか。この人の消費行動を見て、うんうん、あこの人ってこういう人なんだなとかって感じることは当然あるんで、うんうん、それが可視化されていくと、うんうん、よりなんていうか人となりは見えてくるとは思います。確かに SNS でもうすでに結構見えてますね。うん、うん、あ、これこの人は、うん、こういう娯楽に使ってんだなとか、う、ね、こういうのは好きなんだなっていう。そうですね、うんうん、でそこでなんか好き嫌いっていうかも当然あると思いますし、うん、そうだからそこも含めて透明性、うん、責任を持たないといけない時代、窮屈っちゃ窮屈ですけど、うん、でもなんか僕この透明性っていうのはすごい、うん、あの何でも開示しろっていう意味じゃないと思っていて、嘘をつかなければいいと思うので、僕もこの本でやっていることは、うん、その嘘は書いてないんですね。嘘は書いてないんですけど、あの本当に言いたくないことは言ってなかったりしている。で、自分の中で言える範囲のことで、うん、誠実にすればそれでいいかなと思っていて、うん、なんというか墓場まで持っていきたい話を、でも透明性の時代だからって言って出さなきゃいけないわけじゃないなと思ってます。はい、なので
なんていうか、まあ、自己開示はさっき大事って言いましたけど、うん、別に自分だけの秘密を持つことがダメだっていうわけじゃない、うん、あとその嘘をつくとやっぱバレやすい時代になっているっていうのはあるので、うん、そこさえ気をつければいいんじゃないかなと思います。なるほど、うんうん、いやすごいためになった。僕の思いですだけですけど、うんうん、はい、ね、透明性ね。 SNS の匿名性ってどうなると思います？僕は住み分けが進むと思います。 それこそさっき言ってた二極化に近いんですけど、うんうん、その自分、まあ、今もそうすでにそうなってると思うんですけど、うん、Facebook だったら実名でやっている、うん、Newspeak だったら実名でやっているけど、うん、Twitter はあの違うそういう匿名でやっているみたいな人って結構いると思っていて、うん、でまあそれはそうなっていくと思うんですよね、うん、でなんかあの実際匿名でも犯罪行為をすると普通にその IP アドレスから追って捕まったりとかするから、うん、匿名だから何でもしていいわけじゃなく、うん、ただ自分の名前を出してやりたいことと自分の名前をあえて隠してやりたいことって当然あると思っていて、うん、それはその SNS ごとの性質に合わせて自分に合ってるところに 人が集まっていくんじゃないかなと思いますね、うん、なるほど。なんか占い師の方とかもそれこそ、うん、あの本名じゃない方多いじゃないですか。そうですね、うん、でホストクラブとかもそうですし、うん、そうですね、あえてそういうなんていうか、別に僕はそのホストクラブの時はその源氏名でやってたんですけど、本名を知られたくないからっていうのも当然あるんですけど、うんうんうん、あんまり僕はそれ気にしていなくて、うんうん、やっぱ源氏名があることでそのホストとしての自分っていうのを ある意味演じられるっていうのはあるので、そういう意味でもなんかそこは匿名は匿名の居場所があっていいんじゃないかなって思いますね。わかります。そう、占い師も源氏名って言うんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、一緒です。そう、占い師の電話の鑑定士になるときに源氏名決めてくださいって源氏名って言うんだみたいな、キャバ嬢だなっていう感じしますよね。その時決めたんですけど、玉木って、はい、うん、それなんで玉木、玉木なんか玉木の由来は、うん、なんかね、大学の時に玉木ちゃんっていう子がいて、はい、漢字は違うんだけど、はい、その子の性格がめちゃめちゃ良くて、へ、玉木っていう響きいいなって、すごい憧れてたんですよ、はい、玉木ちゃん。その性格も相まって、確かにすごいですよね。なんか玉木ちゃん可愛いと思ってて、はい、それがずっとあって、はい、そう。なんか自分の子につけるか自分につけるかみたいな。玉木さんは知ってるんですかね？知ってない。知らずに。知ってない。まあでもたまにいますよね、その憧れの芸能人の服を真似するとかに、うん、ある種近い感覚ですよね。名前を真似するっていうのが。そうそう、そうですね。これはでも自分の子にも多分芸能人と同じ名前つけたいとか今でも。ああ、そうなんですね、うん、じゃあいい意味で結構人の影響を受けやすいというか。そうかも、うん、うん、なんかそんな人のようになりたいっていう、なりたい、はい、そう、いいですよね、うん、でもそれってそんな感じ、うん、でもそうね、演じてますよね、うん、うん、素ではない、そう 100% 素ではない、そうですよね、うん、やっぱ演じた方がいいこともあるじゃないですか。ありますね。そこそ僕の素の性格だったら、その女の人がここにポンと座って、うん、そこでなんかこうやってタバコの火シュッとか絶対しない。しないだろうな、はい、うん。そんなまず気が利かないしって思うんですけど、うん、まあでも仕事だったらやっぱりそうやってしなきゃとか思うからやるんですけど。だからそういうの、まあ占いとか僕はそのどこをどう切り替えるのかわからないですけど、うん、やっぱりこの、占い師っぽい佇まいというか、やっぱり普段だったらギャーって笑うけど、うん、占いの時だったらちょっと控えめに笑うとか、そういうのもあるんですか？笑い方とかはあんまり関係ないけど、でもそうね、人の話の聞き方ってあるとか、個人鑑定とか、うん、そうだな、何を切り替えてるかな、なんだろうな、何を切り替えてるんだろう、うん、傷つけないように、うん、で、なんだろう、自分、YouTube のやってる時もだけど、自分の意見とか自分の好き嫌いみたいなのは、ちょっと一歩後ろに置いといて、うん、相手のことを、まあ、受け入れてみようとか、ちょっと中立的に見てみようみたいな、はいはいはい、うん、そういう姿勢みたいな。確かに。うん、自分っていうものをちょっと後ろにいなさいみたいな、はいはいはい、そんな感覚。確かにその、うん、ホストクラブも占いもそうですけど、うん、
まあ、自分の好き嫌いであんま判断しない方がいいというのは当然ありますので、そこはあの相手がどうすれば相手のためになるかとか、相手が喜ぶかっていう、そこの視点で見るっていうのは確かに切り替えですよね。日常生活だと、まあ、自分の好き嫌いを決めることも多いですけど、逆に勉強になりました。はい、ということで実家が全焼した佐野さんと風の時代についてお話ししてきましたが、佐野さんどうでした？いや、本当にその僕も風の時代って最初にテーマいただいた時にどういうことだろうと本当思ってたんですけども、今日のお話を聞いて、あ、でもまさにもう今はまだ土の時代、うん、一応土だけどもう、風に来ているなっていうふうにはすごい思ったので、それがどんどん加速していくんだとすると、時代が変わるんだなっていうふうに思いました、で僕はその時代が変わるとチャンス、その今まで持たざるものと言われてた人たちにチャンスが訪れると思っていて、なんでかっていうと、その一つのルールで縛られた時代が長く続くと、それを先にそのルールを理解して学習した人たちが有利になっていくから、なんか端的に言うと東大生みたいな、なんか頭のいい人たちがどんどん有利にゲームを進めていけると思うんですけど、時代が変わるとその答えがまだないから、先に行動した人が有利になるじゃないですか。ルールもいろいろなね、そう、まだ定まってない、ないっていう時代は、すごくなんというか、まだ何も持ってなくて、そういう既得権がないような人たちにとってはすごいチャンスだから、僕はこのビッグウェーブに乗れるように。ビッグウェーブに乗るんだ。気づかないうちに乗ってたんですけど、乗ってたわけよね、その風の時代。でもそういうなんか本当に、チャンスの時代が来るんだなって思いました。なるほど。ワクワクしますね。そうですね。ここで行動を起こすか起こさないかみたいな。怖いよ怖いよって言ってるとね、ちょっと損かもしれない。そうですね。乗ってしまえよ、このビッグウェーブに。ということですね。急になんか怖いなんかセミナーみたいになっちゃいました。確かに。なんかの勧誘みたいに。で、ということでこれを何円でみたいなね。今ならそういうあれではないんですけど。まあでも本当にそういうなんか挑戦しやすいタイミングかなと思いました。確かにそう言われてみると、さすがこのネガティブと思わせてのスーパーポジティブ。何がポジティブだって僕は思ってたんですけど、他人がみんな僕のことをネガティブって言うから、そうだったんだって思ったんですけど。いや、起きてることはネガティブなのかな。あ、そうですね。考え方はスーパーポジティブですよ。そうですね。はい。そういう感じで僕はやってます。はい、ということで、はい、上手にまとまりました。では皆さん、風の時代、ぜひ、ね、楽しく、ワクワクしながら、行きましょう。では、じゃんけん行こっか。じゃあ、佐野さんじゃんけんして、佐野さんじゃんけん、じゃんけんぽん。わかりました。はい。佐野さんじゃんけん、じゃんけんぽん。パーなので、初期の人の勝ちだよ。おめでとうございます。やった。じゃあね。バイバーイ。